コメント読むやつ、4月分、皆さんのコメントをが一番、いいねついた1位の方にこのプレゼント、じゃん、はい、差し上げます。はい、コメントで皆さん、僕らもコメントを読んで楽しんでおります。いつも見させてもらってます。ありがとうございます。もう開始アップされて1時間ぐらいしてもね、もう大量にコメントが、ね、すごいよ ね。もうみんなキャラ守りながらね、いろんなコメントがありますよ。うんうんうん。じゃあまず、あ、何、最近気になった、いや最近サムネイルなんかもね、あー、そうそう言い忘れててね、そう前回ね、サムネイル急にできたんですよ。そうなんですよ、ちょっと四隅をね、ククッとね、丸む四隅がちょっと黒くなってますけどね、ね、おしゃれにしてくれたんです。じゃあまずですね、再生回数、はい、の1位から5位、はい、まず5位、はい、4月24日、ツッコミ重いやつ、あー、あれですか、で、この時点で20万回、あー、はい、はい、4月、次、4月2日の裏方をゴミ扱いする、あー、あれ、これが23万回です、あー、はい、なるほど。そして3位、そりゃモノマネされるやつ、おお、ペガサスさん、はい、これも23万6000、おお、はい。そして2位、数字が苦手なやつ、これが29万4000、おお、数字苦手なやつ多いですね。そして4月1日ですよ、1位は、はい、4月1日一発目、喫茶店でアクエリ頼むやつ、ああ、63万8000、あ、すごい、これめっちゃいってんね、タイトルがやっぱいいよ、ね、これだけめっちゃいってるんです、むちゃくちゃネタバレですけどね、まあもうほぼ言ってますけどねじゃあ、はい、コメントいきますね。はい、まず、いいねの5位、はい、4月22日、お、定期的っていうやつと関東出身のツッコミ下手なやつ、はいはい、なかなかね、はい、これは19万2000回再生されてますけども、はい、ニースケさん、はい、ニースケさんの自分が国王かもしれないっていう考えが出るあたり成長しとるやん、ああ、なるほど、これだいぶ見てる人ですね、この425いいね、お、すごい、うん、そうですすごいすごい、だいぶ見てますね、見てる、うん、これが425いいね、いいコメントですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ第4位、はい、4月19日、うん、そりゃモノマネされるやつ、はい、名前がですね、生っちゅりんごさん、はい、言いますね、はい、街で選挙のおっさんたち見すぎて選挙の人のモノマネかと思ったやつ、あー、そう見えた、ピンクのシャツでハチマキとかしてるから、見える見える、最初そう、確かに選挙の応援に見えるかもしれないです、ね、見える、これが468いいね、おー、すごい、すごいです、サムデルがまさにそうやな、今思確かに、確かに思ってみるとそう見えるかもしれないね。いや、第3位、はい、4月30日、はい、しつこいひったくりされる南っていうやつ、おー、これが10万9000回再生されています、はい、AI 愛さん、はい、平成最後の日に最高な組み合わせありがとうございます、あ、ハッピー系のコメントですねそうです、430いいね、あ、多い、すごい、430、あれ、すごい、さっきの4より少ない、あ、でも逆やな、そういう現象あるよ、え、そういう現象あるの、全然ある、全然ある、え、いいねの数のランキング、全然ある、全然ある、なんでなん、全然ある全然ある、全然ある全然あるってだろ、全然あるよ、そういうことじゃあ逆ね、今、うん、全然ある、今のじゃあ4位と3位逆です、全然、全然あるのに、全然あるってどうせ1位やし、これは、あ、まあね、まあね、これでもみんなほんまに欲しいから、まあまあね、これもらったみたいな、そういうなんかあんまり、うん、聞いたことない、聞いたことない、せめてね、YouTube やってるから、せめてこの黒ベージュでいかんとね漫才用のスーツですか、写真ですから、はい、でまだこれ近くで誰も見たことないんちゃいます、あ、そうやね、だいぶこの距離で撮ってるからどんなのかあんま分かってないと思う、最後に見せようかな、じゃあ、そうね、はい、第2位、4月19日、はい、そりゃモノマネされるやつ、あー、モナカ村長さん、はい、だいぶ誇張されてると思ったら本家えげついやん、おー、綺麗なツッコミ、はい、普通に、はい、綺麗です、だから多分本間はもうちょっと控えめの人が出てくるのかなと思ったら、もう一個上の本家さん、ね、あー、なるほど、571、おー、すごい共感、惜しくもこのモナカ村長は2位でした、あー、残念、さあ1位、じゃあこれもらえる人、どのコントでしょう、4月22日、はい、定期的っていうやつと関東出身のツッコミ下手なやつ、おお、来た、マープさん、絶対見てるわそのコメント、ツッコミ下手なやつの方がまともに見えるのが悔しい、おお、829いいね、おー、おー、これはすごい、確かにあれは定期的の価値でしたね、定期的がね、コミュニケーション取れないですからね、変人具合で言うとねでもあの動画のコメント面白かったよね、いろいろ、なんかエイリアン VS プレデターみたいな確かに、まあまあ混じり合わん2人が戦ってる感じ、うん、
最近その南くんの、なんか前南くんのやつアップされてコメント見たら、南のメイクしたから取りだめしてるやつって書いてた。バレてるね。バレてるな、確かに。確かにバレてますね。これやっぱ最後にするからね。最後にね、これで何本か撮るんですよ。そうなんです。でも今もね、一応これどんな、はい、本当に欲しがらない感じだと思うんですけど、これ待ってた方がいいですか。あ、こうカメラが寄った方がいいかな。後ろがぼやけてる感じ。さすがに顔は見えへんから。顔は見えないですよね、これ厳しい。まあまあまあ、大体わかるんじゃん。大体わかるよ。あー、厳しい。そこが限界。厳しいですね。うん、いろんなね、この面白コメントというか、はい、いろいろありますよ、やっぱりね。いや、もっとね、そんなことないよみたいなのはありますよ、うんうんうん、その裏方をゴミ扱いするやつでね、うん、QWOP さんは、あの、宮根は本当にこんな扱いしてない。いや、してない、してないですよ。僕ら宮根さんと一緒にやってたことありますけど、さすがにそんなことしてない。それはやっぱ誤解を解いとかないと ね。いっぱいありますよ。いや、ほんま普段もね、毎日ほぼ見てるんでね。そうですよ。むしろもうコメント見てるからね、こっちは。あの、ネタを知ってますんで。そうですね。はい。うん。コメントで楽しませてもらってます。どしどしコメントお願いします。お願いします。あ、で、学校来てない子に盆栽見せるやつとかね。めぐみるくさん、想像をはるかに超える小ささで笑った。これはね、経費不足で。僕らもびっくりしました。ちっちゃ盆栽。むしろ盆栽ちゃうんや、これって。盆栽に見えへんや、みたいな。ちっちゃい植木鉢に入ってる。うんうんうん。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ジャルジャルタワー。